人でしげこむつもりか。なあ、あそこって何？なあ、お前は知らなくていいことだ。さすがに俺ら入れないから。あれって。どうした？ん？お、ミキコさんだ。あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持のやつを尾行してたんだよ。一緒じゃん。まずい、罠だ。え？剣持の野郎、わざと尾行させてミキコをおびき出したんだよ。離せ！ミコさん！どうする？もたもたしてられねえ。賢いだ。マジで？俺はどうすれば？危ねえから。お前は事務所に戻ってろ。分かった。母ちゃんのこと頼んだからな。お前、センダか？あ、そうだよな、センダだよな。カイト、なんでてめえが。ミキコと一緒にいたよな。どういうことだ？ミキコさんを、依頼人を守るため。あ、そっち側だったんだ。それじゃまさか、お前らの依頼人って、ミキコだったのか？そうだよ。詳しい話は後だ。ミキコはどこにいる？ミキコさんなら上に連れて行かれて。やられたぜ、このホテル。クレン会の島らしい。あ、そうなんだ。だとすると厄介だな。だったら暴れていいじゃん。カイト、そこね、頼む。あの人、ミキコさんを助けてやってくれ。足りめえよ。言われるまでもねえよ。グレン海の島だったら暴れ放題じゃん。よかったね、怪盗さん。早速現れやがったか。もう椅子とか机とか使い放題だぜ。暴れるで。何使ってもいいんだから怪盗さん。ちょっとは運動バトー探偵事務所の人が仲間になるとはな。じゃあ行ってくるね、センダー。おい、そんなんじゃ当分動けねえだろ。とりあえず表に出とけ。悔しいが、そうさせてもらうぜ。お前弱いもんな。エレベーターは一番上で止まって。あとは頼む。オッケー。おい、怪盗だ。やつを部屋に近づけるな。ってことはミキコがいるのはそこだな。邪魔だ、どきやがれ。ドンドンドン。やばい、タフンデス Z がいっぱいだ。使わなきゃ。失礼しやーす。この部屋にミキコがいるはずだ。おそらく剣持ちも。準備はいいか？オッケー。いざ。大丈夫か、ミキコさん。おお、
シュウちゃん。てめえ、まさか。あんた、この女の用心棒とか抜かしてたんやってな。せやで。一歩遅かったようやな。あんた、何を守るつもりやったんや。よし、二人とも力持ちすぎ。あぶねえ、あぶねえ。よし、金敵噛みつけ。なんで悪い。肉を断ち、骨を砕き、お互いの戒律で真っ赤に染まる。思い出す、地下闘技場で戦った日々をよ。アドレナってるやろ。決勝戦や、カイト。アドレナってる。はい、お前は殺す。間に合ってないじゃん。間に合ってないわ、ごめん。いや、三角押せた気でいたわ。シュウちゃん、また飲むのを吐くよ。こいつどんだけタフなんだよ。何？おい、事故やったんや。事故やったんや。殺すつもりなんかなかったんや。どうした？てめえ、何言ってんだ？あの女の家、中には誰もいなって。よこいつやって聞いとったよ。だから火つけたってこと？だから火つけると汚いわ、ごめんね、シュウちゃん。ミキコ、安心せ。その女には何もしとらん。え？演出や。最高やったわ。ブチ切れたあんたのパンチはよ。
痛みを全部忘れさせてくれるくらいにな。なあ、もっと殴ってくれや。せやないと、痛あてあかんのや。たまらんで、ここが、ずっと痛いんじゃ。お前は死ぬまで怯えて、苦しめ。とりあえず自首したら、しゅうちゃん。ミコ、遅くなってすまなかったな。タムロ町で起きていた若手エリートたちの連続殺人事件。彼らはハングレ集団グレン会の創設メンバーであり、貞本美希子の妹の真帆と両親を放火によって殺害した犯人だった。そんな彼らへの復讐のため、ミキコはカムロ町でグレン会創設メンバーたちを殺して回っているということだったが、ミキコはグレン会の剣持ちの罠に誘い出され捕らわれてしまう。だがカイトーの活躍によってミキコは無事救い出される。穏やかに眠るミキコを前に、つかの間安堵するカイトーだった。チャプター4、捕食者。大丈夫なのか？何もされてねえのか？何もされてないよ。ああ、無事だ。今は眠らされてるだけだ。はあ、よかった。なんだよ、仙台いいやつだよ。カイト、俺、早くミキコさんを安全な場所に。説明してもらうぞ。そうだよ、話し合ってたら、別に戦わなくて済んだかもしれないじゃん。引っ越し前で散らかったるわ。まあ座りな。まさか依頼人がミキコだったとはな。なぜ言わなかった？俺らもミキコさんの正体を知ったのはつい先日のことだったんだよ。あの人がジュンの母親だなんて知らなかったんだ。ミキコが依頼人なのにか？ああ、彼女は名前も告げずに依頼してきたんだ。貞本潤という少年を保護してほしい。一緒に誰がいようと構わず拉致しろ。ただし絶対に危害は加えるな。ちょっと拉致しろって言い方が悪かったのかも。どうも腑に落ちねえな。潤や旦那に何も告げず、よりによって悪徳探偵なんかに依頼してよ。あいつはどういうつもりだったんだ？あの人がグレン会への復讐を企んでることはもう知ってるな。知ってる。ああ、だったらよ、俺らにガキ拉致らせて復讐を成し遂げたら、ジュンと一緒に海外にでも高飛びするつもりだったんじゃない？ジュン海外にで生きていけるかな。バカな。ミキコさん。ミキコ。マサハルさん、無茶しやがって。助けてくれたの？忘れてか？俺はお前の用心棒だぜ。かっけえ。ミキコ、何があったんだ？本当にお前が殺しよ？そのつもりだった。殺してやるつもりだった。つもりだった？だけど何者かが私の先回りをしていた。ん？私が殺すつもりでいた連中を次々と
私より先に誰かが殺していたの。あ、ミキコさんじゃないんだ。足崎とかいう昨晩燃えたビルで死んでた男もそう。ん、私が向かった時には殺されていた。そして火が放たれていた。じゃあお前は誰も殺してねえんだな。ええ、この手でぶち殺してやりたかったのに。残念よ。あ、とりあえずよかったわ。じゃあ誰が殺してたって言うんだ。お前の先回りをしてよ。知らない。そうか。ミキコの先回りをして、誰かがグレン会創設メンバーを殺して回っていった。一体誰だ。14年前、真帆ちゃんたちを焼き殺した連中を殺す動機を持った人物がミキコ以外にいるってことか。ミキコ、お前にはいろいろと聞きたいことがある。話してくれるな。ええ。ミキコ、お前がグレン会創設メンバーの奴らを狙っていたのはやはり夏目家の放火事件の復讐のためか。お前はあれがグレン会の仕業だって言ってたか。ええ、あの剣持って男、あいつ当時不動産ブローカーみたいな真似をしててね、派手に儲けてたの。それでうちの両親の土地も狙ってきた。ああ、貞本さんからその話は聞いたよ。でもあいつらが放火した証拠なんて何も残ってなかった。警察もストーカーの仕業だってことにして捜査終了。だったら私が連中を血祭りにしてあげるしかないでしょ。ミキか。2年前お前は貞本家から姿を消した。遺書を残して自殺ってのが警察の見解だったらしいが、自殺なんかしちゃいねえんだよな。当たり前でしょ。銃を残して死んだりしない。グレン会の連中が私を殺してそうでっち上げようとしたってだけ。やっぱそういうことか。にしてもよく助かったな。滝壺に落とされたんだろ。なんで助かったのかまではわからない。眠らされてたみたいだからね。運が良かっただけだと思う。気がついたら白川さんのところにいた。もうその時記憶は失っていたんだけどね。記憶を取り戻したきっかけは何だったの。カムロシアターじゃない。テレビよ。テレビ、あの人が映ってたのよ。京也が。あ、貞本さん。ああ、お前の旦那さんか。最近テレビにもよく出るようになったみたいだね。朝の番組だったかな。芸能人の横で得意げな顔してコメントしてたよ。それでようやく自分が何者なのか思い出した。グレン会の連中のことも全部。記憶を取り戻したのに家族にも連絡しなかったのはなぜだ。心配してたぞ、貞本さんも純も。私にはやるべきことがある。それを成し遂げるまでは生きていることを知られない方が好都合だったの。じゃあグレン会の連中を全員ぶっ殺したらどうするつもりだったんだ。ジュンをバートーの連中に拉致させてよ。さあね、その先のことは想像に任せるよ。おいおい、やっぱ海外に高飛びするつもりだったのか。ミキコ、なんでよりによってこんな怪しい連中にジュンの保護を頼んだんだ。匿名で依頼を引き受けてくれる探偵を探してたの。私が生きていることがどこからか漏れてグレン会の連中にバレたら
奴らは私を始末しようとするだろうからね。一応探偵には守秘義務があるらしいけど、そんなの信用できない。八神探偵事務所は守りますよ。身分も明かさない女がある子供を拉致してほしいなんて依頼してきたら、正規の探偵なら断って当然でしょ。まあそうだろうな。それで元極道のこんなやつ、カイトさんも人のこと言えないんだよ。もっとも、五十嵐さんは途中から私の正体に気づいていたみたいだけど。ミキコさんには悪いが、いろいろと調べさせてもらったよ。驚いたぜ。戸籍上死んでることになってる女じゃねえ。キリュウさんみたい。しかもグレンカイとかいうイケスかない半グレ連中に一人で喧嘩挑むつもりらしい。こりゃ面白いってんで、こっちからもいろいろと協力させてもらうことにしたわけだ。おお。五十嵐さんたちには感謝してる。私の正体を知ってからもいろいろと協力してくれたし、千田さんなんて自分の体まで張ってくれて。ところで金はどうしたんだ。2年間失踪してたんだから金なんてねえだろ。白樺さんにもらったんじゃない。滝壺に落とされた時に結婚指輪をしてたの。それを売っ払ったらかなりの額になったから。結婚指輪売ったの。まあ十分すぎるほどの依頼料だったぜ。腕時計に2000万近く出すような男だからな。一体いくらの結婚指輪だ。なあミキコ、実はよ、お前の息子のジュンが俺のところを訪ねてきたんだ。母ちゃんを探してくれってな。五十嵐さんから聞いたよ。ジュンがあなたと一緒にいたってことはね。今事務所にいるよ。それ聞いてなんとなく事情は察してはいたけど。でよ、ジュンが言うわけだ。俺はあんたの息子かもしれねえって。それあの子の妄想だから。ああ。お前の旦那さんもそう言ってたけどよ、15年くらい前のミキコの日記に書いてあったらしいじゃねえか。今さら気づいたって遅いだの、俺にはもう会えないのにどうしよう、殺した方がいいのかなだの。そんなこと書いたかな。おいおい、覚えてないのかよ。だって大昔の日記でしょ。そんなこと、あ、もしかして思い出したな。紙のこととかそういうこと。ほら、正春さんに借りてたでしょ、5万円。一緒にショッピングに行った時お金下ろすの忘れてて。そっちか。一目惚れしたコートが最後の一着で、カードも忘れちゃってたから。そういや、そんなことあったような。おい、まさか。うん、返してないって別れた後に気づいてね。だからお金下ろして返した方がいいかなって思ったんだけど、あんな感じで出てった後にわざわざ返しに戻るのもすごく気まずいし、それで困っちゃって。なるほど。紛らわしいこと書くんじゃねえよ。そう、書き方の問題よな。返した方がいい ?5 万円。今返してもらった方がいいんじゃない。もういらねえよ。そうならいいけど。さっぱりしてるな、ミキコさん。ミキコも疲れてるだろうし、今聞いておくことはこんなところかな。大丈夫?ミキコさん、無理しないでください。多分薬打たれたんです。奥で休んでてください。うん、お言葉に甘えさせてもらおうかな。千田さん美人に弱いな。あの千田って男、ミキコに惚れてんな。わかりやすいな。わかるか。わかるよ。まあね、惚れっぽいやつでな、依頼人に情を落とすんじゃねえっていつも言ってんだが。そういうお前こそ
ミキコに情が移ってんじゃねえか。悪徳探偵らしからぬ入れ込み具合じゃねえか。かもな。ああいう肝の据わった女は嫌いじゃねえ。肝据わりすぎてんだよな。前に言ったろ、うちのお客様満足度は 80% 超えだ。ただし俺らがカモじゃねえ、お客様だと認めた相手に限って言えばな。悪徳探偵なりに筋ってもんがあるってわけかい。ん？へえ、貞本さん結構その界隈じゃ有名なのかな。界隈、そういえばミキコが言ってたな、最近テレビとかにも出るようになったらしいって。なあカイト、ミキコさんは甘いもんは好きかな。ああコーヒーと合わせて食うのが好きだったはずだ。そうか、よし。なんかせんだ可愛く見えてきた。お、つくもし。おお、カイトだ。どうした？カイトさん、例の焼け落ちたハードディスク、データをサルベージできましたか？さすがつくもし。おお、本当か。さすがだな。で、目星情報は得られたか？どうだった？実に興味深い情報が見つかりましたぞ。裏帳簿のスキャンデータです。もっとも海藤さんが調べている事件と関係あるのかは分かりませんがね。裏帳簿だと？どんな？不審な送金記録です。焼かれたのは警備会社のようだったのですが、17年ほど前から7年間にわたり用途のわからぬ金が、それもかなりの額が振り込まれているのです。ほう。送金元はルブニールというスマホ向けアプリの開発会社のようです。ルブニール、スマホの会社が警備会社に不正送金を。目的は何だ？残念ながらそれは分かりませんでした。メールなどを漁ってみたのですが手がかりは得られず。そうか。それとこのドゥブニールという会社、すでに存在しないようです。おや。ほとんど活動の記録がなく、どうも実体のないペーパーカンパニーのようにも見えます。なるほど、いろいろと気なくさいな。と今のところ掴めた情報はこんなところです。ルブニールについてはもうちょっと調べてみるつもりですが、ネットにはほとんど情報が残っていないので、足を使っての調査が必要そうですね。つくも、助かったぜ。ありがとな。ありがとう。いえいえ、またお手伝いできることがあればご用命くだされ。スマホアプリの会社から警備会社への不正な送金記録か。殺された警備会社のオーナーの足崎はグレン会の創設メンバーだって話だった。そのスマホアプリの会社とグレン会との間に取引があったってことかもしれねえ。大変だ、ミコさんが。そんな短時間でさらわれる？出て行ったの？自分で？わからねえ。入ってきたら窓が開いていて。こういうのくくりつけてあるってことは。ミキコのやつ、どこに？まさか、グレン会の連中をやりに？タフすぎるわ。あ、まさか。まさか？何か知ってんのか？いや、その。知らねえさ。何もな。お前に聞いてんだ。何か知ってるんだな。ミコさんはその千田。あの人が何するつもりだろうがな、最後まで見守る、そう決めたよな。
何しようとしてんの？ミキコ犯罪者にするつもりか？依頼人を守るのだって探偵の仕事じゃねえのかよ。てめえにミキコさんの仕事を邪魔させねえこと、それが俺たちにとって彼女を守るってことだ。え、また戦うの？いがらしい。やっぱてめえとはソリが合わねえようだな。力ずくでも聞き出させてもらうぞ。せっかく仲良くなったのに。望むところだ。ああ、日本刀使います。使いますよね。てめえのことは一度ぶっ殺してやりてえと思ってたんだよ。来いや、カイト。じゃあその壺やら何やら全部使わせてもらいますね。いえ、ミキコはどこに行った？いえ、お前に。ミキコさんが救えんのか。松金組を選び、あの人を捨てたお前なんかによ。痛いとこついてくるね。ミキコさんの抱える絶望はな、カイト。お前が想像しているよりずっと深く、暗い。あの人を焼いている憎悪の炎は、ありゃ、的をぶっ殺さなきゃ収まらねえもんだ。お前にミキコの何がわかる？わかるさ。俺たちがあの人に依頼されたのはジュンの拉致だけじゃねえ。もう一つ調査を依頼されていたのさ。だから俺たちは知っちまったんだ。お前の知らない彼女の絶望もな。だと？教えてよ。もう一度聞く。お前にミキコさんが救えるか？彼女がどんな絶望を抱えていても向き合い受け止めてやれる覚悟があるのかよ。あるよね、怪盗さん。覚悟ならとっくにできてる。ミキコのことは絶対に救ってみせる。この命に変えてもな。わかった。だったら行くぞ。連れてってくれんの？行くって。どこに？横浜の偉人町だ。詳細は車の中で話す。やり残したことがあったら今のうちにやっとくんだな。そういえば、ジュンのこと事務所で待たせたままだったな。ちょっと様子を見に行ってみるか。あ、カイトのおっさん、母ちゃんは？なあ、なんとか助け出した。結局ミキコは殺しはしてねえそうだ。どういうこと？そっか、何にしてもよかった、母ちゃんが犯罪者にならなくて。なあ。ああ、問題は真犯人が誰かだが、今のところ手がかりがねえ。それで母ちゃんは今どこに？これ以上ジュンに心配かけたくないな。ああ、そのことだが、いや、なんつうかまだやることがあるみてえでな。それ片付けたら戻ってきてくれるってよ。そうなのか、やることって？ああ、買い物。買い物？そうなのか。で、カイトのおっさんはこれからどうするつもりなんだ？そのことだが、ジュン、ちょっと付き合え。付き
き合うって？たまには息抜きも必要だ。ずっと母ちゃんのこと探して気が張り詰めっぱなしだったろ。カムロジを案内してやる。シャルルで遊んでく？え、いいのか？いいよ。ああ、行くぞ。ああ、一日に向かったら何があるかわからねえ。今のうちに心残りのねえようにしておくか。ジュンを連れて東や星野くんのところに顔を出してみるのもいいかもな。東はいいけど、別にシャルルだからゲーセンだからさ。でも星野くんのとこ連れてってどうする？用事が済んだら五十嵐のところに戻ろう。え、ジュン、ゲンダー法律事務所とか言って面白い？大丈夫？お、先回りしてあがる。え、ジュン、どこから行く？ガイトさん、その後ミキコさんは見つかりましたか？見つかりましたよ。それ忘れてた。そういえば白川さんのこと忘れてたな。病院に置いてきたまんまだった。ミキコとは再会できた。だがちょっと厄介なことになってる。カムロシアターの M サイドカフェにいるので、よかったらお話ししませんか？ま、気が向いたら行ってみるか。気が向いたらじゃなくて行ってあげてよ。星野くん連れてきたよ。この匂いは、めっちゃ光ってる。源田先生の机、え、ちょっといけないんだけど。取れないのかな。そういや、源田先生は松上の組長を戦友なんて言っていたな。実際組長も若い頃はすんげえ喧嘩やってたって言ってたっけ。思い出手に入れた。スキル根性鉄槌がアンロックされました。あ、そういうことね。ケーザー、こりゃあカッチカチパンツ、なんでそんなとこにあんの。星野くん、仕事終わった？よ、星野くん、今日は一人か？ええ、沙織さんも外出していて。あれ、カイドさん、その子は？依頼人だ。こいつの母ちゃんを探しててな。へえ、お母さんのために自分で依頼に来るなんて偉いね。ちゃんと依頼料だって用意してきたんだぜ。2000万の腕時計だ。2000万の腕時計？冗談だよね。冗談じゃないんだよ、星野くん。本当らしい。親父さんがでかいベンチャー企業の社長でな、コレクションをくすねてきたんだとよ。君、よかったら今度お父さんに僕を紹介してくれるかな。顧問弁護士とか必要だったりしない？いるでしょ、顧問弁護士。はぁ、星野くん、お前な、ちゃっかりしてるな。あ、やだな、冗談ですよ。よし、もう東のとこ行くか。よし、行くぞシャルル。お、ターボーからだ。親神、カイトさん、
源田先生の手伝いの仕事を片付いたよ。明日の朝には戻れそう。逃げた旦那は見つかったのか？確か旦那が離婚調停嫌がって逃げ回ってんだよな。ああ、息子連れて山の中に逃げ込んだんだ。最後は湖で白鳥の形したスワンボートっていうんだっけ？あれに乗って逃げ回ってさ、大変だったよ。ボート漕ぎすぎて足が筋肉痛。それはそれで面白そうな事件だな。そうか。まあなんつうか、いつも通りじゃねえか。神室町でも偉人町でも、そんな依頼ばっかりだったろ。まあそうだね。それじゃ、帰るまで留守番よろしく。おお、お土産買ってこいよ。メッセージ？誰から？所長。八神隆之。俺はタボって呼んでる。俺の雇い主で、まあ、相棒みたいなもんだ。強いのか？強いよ。まあ、それなりにな。って言っても、まだまだ俺にはかなわねえが。多分。へえ、その感じだと、その人も相当強いんだな。まあ、背中預けられるくらいにはな。今度機会があったら紹介するぜ。カイトーのおっさんの相棒か。会ってみたいな。会ってほしいな。東遊びに来たよ。あれ東いないじゃん。あれ東いないんだけど。東よ、東。あれ？カイトーの兄貴。その子誰です？シャルルで騒いでたってガキがいただろう。こいつがそうだ。ああ、この子が例の。なんで兄貴がそのガキとつるんでるんですか？ミキコさんの息子だよ。まあ、いろいろあってな。こいつの母ちゃんを探してる。ミキコだ。え？それじゃあこの子ミキコさんの？ああ。で調査の結果、ミキコが生きてたことが分かってな。そうですか。よかったです。ふーん、なるほど。この人が東くんか。母ちゃんの日記にも書かれてた。あ、なんて書いてあったの？まだちょっと頼りないところがある弟分なんだよな。合ってる合ってる。え、ミキコさんがそんなこと？あの子悪ぶってるけど優しいし、度胸は今一つだし、ヤクザに向いてないんじゃないかとも書いてあったぜ。お、ちゃんと分かってるじゃん。東、今度ミキコと再会したら、店長として立派にやってる姿を見せて見返してやれ。もちろんです、兄貴。ちょっと見返し方ちょっと違う気がするんだけど、東がいいならそれでいいわ。まあ立派だよな、店長やって2号店もオープンするんだから。まあシンプルにヤクザ向いてないって言われてるけど、優しい子なんです、東は。カイト、もう用事は済んだのか？あ、こいつ！安心しろ。もうお前をどうこうするつもりはねえよ。こいつらはな、ミキコに依頼されてお前を探してたんだ。は？どういうことだよ？マジかよ。悪いな、坊主。最初は俺らもお前がミキコさんのガキだって知らなかったんだ。散々誘拐しようとしやがって。しかも力ずくでよ。お前らは一遍死ね。んだったくさんガキ、てめえが言うこと聞かねえからだろうが。聞くわけねえだろうが。誰が怪しいヤクザについてくか。バカだろお前、少しは頭使えよ。
な、てめえ、バカはてめえだろ。二人とも、そこまでだ。センダ、俺らにはやるべきことがあるだろう。お、おう、そうだったな。頭が待ってる。カイト、準備はいいのか？まあ、やり残したことはあるんだけど、とりあえずストーリー進めないから行くわ。大丈夫だ。よし、だったらとっとと向かうぞ。ああ、それとそのガキは留守番だ。頭はあんたと大人の話をしたいそうだ。何？んだよ、俺も連れてけよ。ダメだ、クソガキ。クソ大人か。クソ大人。この先は何があるかわからねえ。確かにジュンには留守番してもらった方がいいな。ジュン、お土産買ってくるから俺の事務所で待ってろ。いいな。分かったよ。なあ、カイトウのおっさん、母ちゃんが買い物に行ったなんて嘘なんだろ。嘘だよ。母ちゃん、戻ってくるよな。戻ってくるよ、多分。ああ。母ちゃんのこと頼んだぜ。あんたを信じて任せるんだからな。おう、任されよ。ああ、約束だ。必ず連れて帰る。約束だからな。約束だ、ジュン。まったく。クソ生意気でませたガキだぜ。ダメ。おい、五十嵐、なんで偉人町なんだ。事件はずっとカムロ町で起きてたはずだろ。偉人町のホテルで今日グレン会の前身になったサークルリゾームの同窓会がある。そこにはまだやられてねえグレン会創設メンバーが全員顔を出す予定なんだ。まさかミキコはそれを狙ってまとめて殺すつもりだってのかよ。ああ、だがそれだけじゃねえ。ミキコさんの最後の的、一番殺さなきゃいけない奴も多分そこに現れる。クレン会の他に誰だ。ミキコさんの先回りをしてグレン会創設メンバーの奴らを殺し回ってた真犯人だ。え、誰誰。何、どういうことだよ。なんでミキコの仇をぶっ殺してた真犯人をミキコが殺そうとするんだ。言ってみりゃ同じ目的を持った者同士だろ。探偵なんだろ。ちった自分の頭で考えてみたらどうだ。お前が持ってる情報から推測できる。うわ、推測させるやつだ。偉人町に着くまで1時間はかかる。探偵らしく推理を楽しもうよ。推理だ。俺はな、足を使って調査するタイプの探偵なんだよ。まあそう言うなって。それにあんたが勝手に真相にたどり着いたなら一応俺たちも守秘義務に反するからな。ち、仕方ねえ、付き合ってやるが。真犯人か。あ、ちょっと待って、白川さん置いてきちゃった。 M サイドカフェで待ってるって言ってたのに普通に忘れてた。まあいっか、白川さんだし。そいつはグレン会の連中を殺していた真犯人であり、ミキコは最後に殺したい的でもあるか。一つ引っかかっていたことがある。昨夜殺された警備会社のオーナー足崎のオフィスが燃やされていたことだ。だが放火した理由は足崎を殺すためじゃなかったはずだ。
足崎って野郎は屋上で殺されてたんだからな。真犯人が火を放ったのには別の目的があった。裏帳簿の話じゃなくて。ほう、動機から入るか。いいね。それで問題はなぜ犯人はオフィスを燃やしたのかだ。おそらくその目的は、現場に犯人にとって不都合な証拠があったからだ。つまり証拠を隠蔽するために放火したんじゃねえかな。なるほどね。それで犯人が隠蔽したかった証拠に心当たりがある。裏帳簿、裏帳簿、裏帳簿。知人に頼んで現場にあった焼け落ちたハードディスクからデータを引き出してもらったんだ。中には燃やされた警備会社への不正送金の記録が残っていてな。送金元の会社は今はもう存在しねえスマホアプリの開発会社だったらしい。もしかしたら犯人はこの記録を消したかったのかもしれねえ。ほう、そこまで掴んでるとは。やるじゃねえか。ちなみにそのスマホアプリの開発会社、ドゥブニールって名前じゃねえか。あ、そうだよそうだよ。お菓子みたいな名前。なぜわかった。俺らはミキコさんの依頼である男について調べていたんだ。その調査の中で俺たちはドゥブニールってペーパーカンパニーがかつて存在していたことをつかんだ。そしてミキコさんの依頼で俺たちが調べていたある男はそのペーパーカンパニーを通じてグレン家に様々な依頼をしていたらしい。不正のもみ消しから顧客トラブルへの対処など、表では処理しにくい問題なんかをな。そのある男ってのがこれまでグレン会創設メンバーを殺し回っていた犯人だってことか。そういうことだ。さてではそのある男は誰なのか。ヒントはミキコさんがなぜ匿名で俺たちにジュンの拉致を依頼したか。なぜって、あんたらが守秘義務を破って誰かにミキコが生きてることを話すかもしれないからだろ。ミキコはグレン会の連中に生きてることを悟られずに復讐を成し遂げるつもりだったんだ。そうだが、それは理由の一つに過ぎない。生きてることが伝わったらまずい奴がグレン会の連中以外にもいたんだよ。事実、ミキコさんはそいつに自分が生きていることを決して告げようとしなかった。旦那さん、記憶を取り戻したなら生きてることを伝えて叱るべき相手にも関わらずな。まさか。わかったよ。嘘だ。グレン会を殺して回っていた真犯人の正体ってまさか。え、待って、だからグレン会使って汚えことをやらせるだけやらせといて、それから始末しようってか。それで金持ちになり上がったのかい。これで自分出したらおもろいな。そんなわけないじゃん。嘘だろ。悪い人か、マジで。貞本京也か。あいつがグレン会創設メンバーを殺して回ってるってのか。うん、そういうことさ。ミヒコさんもそう考えてる。なんだと。じゃあ動機はグレン会との黒いつながりを消すためか。いや、だが待てよ。グレン会の創設メンバーはミキコの実家を放火したメンバーでもあるんだぞ。なぜ妻の両親と妹を焼き殺した連中なんかと貞本は黒いつながりを持っていたんだ。
おお、そこに気づいた。じゃあもう一ついい情報をやる。サダモトの作ったペーパーカンパニー、ドゥブニールから足崎の警備会社への不正送金の記録は17年ほど前からあったらしい。これが何を意味するか分かるか？その事実なら俺も掴んでるが、おかしくねえか？17年前っていや、ミキコが貞本と結婚する前だぞ。その頃から貞本とグレンカイがつながっていたってことだよな。何がどうなってる？だったらこう考えるしかねえだろう。夏目家放火事件も貞本とグレンカイとの黒いつながりの一つとして起きた事件だったってな。なんだと？それじゃあ貞本があの放火事件に絡んでるってのかよ。ああ、2年前美希子さんはその事実に気づいたせいで消されそうになったんだ。貞本とグレンカイにな。えあ、じゃあ最初依頼断ってよかったんだ。いやらしい。全て聞かせてもらうぞ。貞本京也、あいつは何者なんだ？悪魔だよ。極道も真っ青だ。悪魔だと？どういうことだ？全ての始まりは剣持が大学時代に立ち上げたイベント系サークル、リゾームだった。あ、それを知ってる。リゾームは巷のイベント系サークル同様、仲間とつるんでコンパやらライブツアーを組んだりして小銭稼ぎをしていたらしい。その頃は大した儲けはなかったみてえだ。だが同じ大学の経営学部に通っていた貞本京也がアドバイザーとして顔を出すようになってから様相は一変した。連中は貞本の口車に乗せられ、かなりグレーな領域にまでビジネスを広げていった。アドバイザーを名乗っていた貞本はサークルに正式に所属こそしていなかったらしいが、その能力と活躍っぷりからメンバーの間でカリスマ扱いされるようになっていったという。そのリゾームの連中が立ち上げたのが半グレのグレン会だな。ああ、剣持を中心にな。で、貞本の方はというと、学生時代にすでに起業していて、卒業後はグレン会の連中に汚れ仕事を頼むよ。あ、シュウちゃん、貞本さんに使われてたんだ。若造が生きて立ち上げた新進気鋭のベンチャーだ。ちょっかい出す連中もいただろうし、ライバルも多かった。綱渡りのビジネスで火傷することもあるが、厄介な顧客トラブルに巻き込まれることだって少なくなかったはずだ。そんな貞本にとってグレン会とのつながりは好都合だったってわけか。そういうことだ。おかげで貞本の会社は順調に成長を遂げていった。だがそれも次第に陰りが見え始めた。莫大な投資を行い立ち上げた新規事業が見事に突っ込めて資金繰りに苦労し始めた。はあ。そんな時に奴が目をつけたのが美希子さんの両親である夏目夫妻だった。あ、でも貞本さんとはお見合いとか言ってなかったっけ？夏目家放火事件に貞本が絡んでいた。間違いねえのか？ああ、むしろ貞本が主犯格と言っていい。15年ほど前のことだ。貞本は不動産ブローカーをやってた剣持から土地の開発計画を聞かされたらしい。話がまとまればでかい金になる案件だ。だが夏目夫妻だけが土地を売り渡そうとしなかった。だから放火して脅す。昔地上げやなんかがやってた手口だな。
それだったらまだ可愛いもんだぜ。いいか、貞本が悪魔的なのは、剣持から持ちかけられた相談を、自分の会社の問題をも一気に解決できる計画に差し替えちまったところにある。どういうことだ、カイト。夏目くんは地元でも有数の資産家だったらしい。不動産や所有している株も含めれば数十億もの資産があったという。当時資金繰りに苦労していた貞本はこの財産をまとめていただいちまった。だから結婚したの。そんなことどうやって。まさか。ミキコさんとの結婚も最初から貞本の計画のうちだったってことだ。で、なんだと。あの貞本って男は人を魅了する才能に異常に長けていたようだ。大学のサークルでは伝説の OB として教祖様みたいな扱いだ。社内でもカリスマ扱いされてるんだとよ。グレン系の連中も貞本の汚れ仕事は喜んで引き受けていたって話だ。夏目夫妻も例外じゃなかった。誠実な青年実業家を装う貞本にまんまと見入られちゃった。見た目はいいからな貞本さん。そして夫妻の心を掌握した貞本は、娘が極道と付き合っていることや次女がストーカーに付きまとわれていることまで聞き出した。おい、なんでそこで俺の話が出てくる。カイト、お前も貞本の計画に利用されたんだよ。嘘。俺も。ミキコはいつ貞本の本性に気づいたんだ。2年前のことだ。貞本が珍しく深酒して書斎でパソコンをつけたまま眠っていたらしい。そこで偶然見しまったそうだ。グレン会の剣持とのメールのやり取りだな。不審に思ったミヒコさんはその場で過去のメールのやり取りを遡ってみた。そこであらかた何があったかを察したようだ。だがそこで貞本が目を覚ましちまった。データを見られたと知った貞本は襲いかかってきた。あのミキコがオフィスワークの仇に。いやでも刃物いっぱいあったんじゃなかったっけ。いや、それがあっさり返り討ちにされちまったそうだ。普段から半グレみたいな裏社会の連中と付き合いのある男だ。もしかしたら暴力の扱いには慣れてるのかもしれねえな。それでミキコが貞本に襲われた後は。ミキコさんはその後の記憶が曖昧らしい。おそらく薬でも盛られてグレン会の連中に後始末させたんだ。マジで悪魔じゃん。だから貞本に火つけろって言われたんだ。シュウちゃん、誰も人いないからって。でも実はいたって。はあ、マジで悪魔かもしんねえ、それは。おい、俺も貞本の計画に利用されたって。そうそう、そうだよ。どういうことだよ。勝ち込み。両親に貞本を紹介されたミキコさんは、結婚を考えている恋人がいることを貞本に告げたらしい。すると貞本は、ミキコさんとあんたとの仲をむしろ応援するとか抜かしたそうだ。応援？相手の男が本気なら極道から足を洗ってくれるはずだの。受けるのに上納金が必要なら両親を説得してやるだろ。必要なら弁護士を紹介するだろ。もっともらしい提案をしてきたらしいぜ。貞本がそんなことを。貞本の野郎は分かってたんだ。極道が簡単に組から抜けられるわけがねえって。おまけに当時の松金組はトラブルを抱えてたんだろ。貞本はお前が抜けられるはずがねえと確信した上で
ミキコさんは煽ったんじゃねえか。やば。そしてまんまとお前らは思惑通り動いてる。気怖い。その後貞本は昇進のミキコさんに狡猾につけ入っていった。貞本との仲を押していた両親にも説得されたんだろうな。結果思惑通り貞本はミキコさんと結婚。頃合いを見計らい夏目家は放火され、奴は莫大な遺産を相続したってわけだ。とんでもねえだろ貞本って野郎は。出来込んだったみたいでした。その計画のために、結婚せざるを得ないよう仕向けるためにガキを作ったんだろうよ。言ってみりゃ純は貞本にとって金儲けのための道具に過ぎない。とりあえず貞本一発やっとこう。え、刑務所行きなんじゃないの、そんなの。そうだぜ、ミキコさんの純。もういっそのこと純海藤さんの子供だったらよかったのにな。今聞きたいことはこんなところか。にしてもよく調べたな。さすがは元東条会の自称調査部門だけのことはある。自称。まあ社会の裏も表も知り尽くした俺たちだからできたことだ。東条会の調査部門ってのは自称だがな、調査能力は伊達じゃねえってことさ。さすが。そうかよ。で、どんな気分だ。貞本の野郎に踊らされ、最愛の女と別れさせられたって知った気分はよ。なんだろうと、選んだのは俺だ。なんだ、つまらねえな。意外と冷静じゃねえか。だが、貞本の野郎は、一発殴ってやらねえと気が済まない。一発じゃ足りないって。おお、そう来なくちゃ。どぎついのを一発かましてやれ。やめろよ、バトー探偵事務所好感度上がっちゃうじゃん。ここか。ああ、OB 会は毎年やってるらしくてな。貞本京也は毎年顔を出しているらしい。まだやられてねえグレン会創設メンバーも来てるはずだ。とにかくミキコがバカな真似する前に見つけ出して止めなきゃならねえ。え、そのまま入れんの？受付か。関係者じゃねえとさすがに入れねえよな。カイト、どうするつもりだ？ここは探偵らしく行く。どういうと？潜入だよ。変装してな。おいおい、大丈夫か？会場の連中に比べると随分とおじんだろ。まあそこは考えねえとな。会場に紛れ込むためにとりあえず客層を観察してみるか。変装のヒントが得られるかもしれない。そうって言ってもな。カイト、なんか手伝えることがあったら千田に言え。ミキコさんのためなら協力してくれるだろうよ。おう、わかったぜ千田。協力してくれよ、センダー。お前は何をしてるんだ？ミキコさんが入ってこねえが見てるんだよ。なるほど。ミキコがこれから現れるなら、
ここを通る可能性はあるな。カイト、何か手伝えることがあったら言ってくれ。頭の命令だ。ああ、そうさせてもらうよ。これか。みんな若いな。20代中盤から30代半ばといったところか。アラフォーの俺じゃさすがに浮くか。いや、まだまだいけんだろ。無理だよと思いたいが。あ、中も見ていいの？あ、間違えた。あ、リゾームの OB の方でしょうか。おお、そうだ。何年卒の方ですか？10年くらい前かな。お名前は？カイトだ。いや、ない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 。名簿に名前がないですが。名簿？そんなのがあるのか。あるでしょ、普通。いや、ちょっと用事を思い出した。失礼するぜ。どうする？シュウちゃんの真似して入れば。こりゃあ。あ、結構おじさんだ。ボーイか。でもその服どうすんの？怪しまれずに出入りしてんな。ボーイに変装して忍び込むってのはありかもしれねえ。だが問題はどこでどうやって衣装を調達するかだ。よし、探してみるか。探してあるの？カムロップいるよ。でもカムロップ、カムロップはいっぱいあったよ。カムロップ、いや、ボーイよりカムロップの方がいいんじゃない？カムロップいっぱいあったよ、カムロ町に。バイトで10人ぐらいいたんじゃない？これか？やばい、やばいよ。裏口の鍵、どっかに落としちまった。あ、首だ。喫煙所んとこの？お前、それバレたら超怒られるぞ。まだバレてないからセーフだし。あー、でもどうしよう。しかたねえな。俺も探すの手伝ってやるよ。で、どこらで落としたか目星はあるか？多分1階のトイレかな。いや、2階だっけ。あれ3階かも。どんだけトイレ行ったんだよ。とりあえずトイレ付近を探せばいいんだな。それだけは分かった。仕方ねえな、探してやんじゃん。これか。よっしゃ、鍵見っけ。こりゃあ。なあ、お前、喫煙所じゃないか。さっきここの奥に歩いて行ったし。もうすぐ始まるのにタバコってサボりかよ。お前ちょっと呼んできてくれよ。やだよ。あいつ構成し損ねたヤンキーみたいな見た目で怖いし。それに俺、喫煙所の鍵持ってないもん。俺持ってる。お前が行けばいいじゃん。やだよ、俺も怖いもん。できればあんまり関わりたくないタイプなんだよ。ま、責任のある大人だし、パーティー始まったら来るだろう。そうだな、無理に俺らが呼びに行く必要もないよな。この奥は喫煙所なんだな。そしてそこにサボっているボーイがいると。よし、突破口になるかもしれないし、とりあえず喫煙所に向かってみるか。教えてくれてありがとうございます。この先って言ったよね。あ、この先って言ったよな。これか。ここ？
っしゃいた。そんじゃサボりのボーイ君に会いに行くとするが、構成し損ねたボーイね。あのボーイ、あーダーリーな、接客なんかやってられるかよ。今日なんて青くせえガキばっかりだしよ。しかもダイツもこいつも態度が悪い。この声聞いたことあるな。若者相手に嫌気がさしてサボってるってところが、服貸してもらえないか交渉してみるか。なあ、あんた、ちょっといいか？な？お前、あれ？もしかして、田代君か？ほら、金ピカジャージの田代君だ。カイト、なんでてめえが？お前こそ、なんでボーイなんかやってんだよ。ヤガミの野郎のせいで。タボーの？どういうことだ。俺はここ数年イベント会社のプロデューサーとして偉人町で華々しい活躍をしてたん。やってたね。だがヤガミの野郎のせいで俺の悪事がバレて会社をクビになっちまったんだよ。そうか、よくわからねえが、悪事がバレたってことは要するに自業自得だろ。うるせえ！そもそもはてめえらのせいなんだぞ。てめえらに俺のお気に入りの一丁羅を追い剥ぎされてから俺の運気は下がりっぱなしなんで。それはちょっとごめん。あん時は悪かったよ。ま、その話はともかく、その服ちょこっと返してくれ。また田代君から追い剥ぎするのが。なんだと？どの口で頼みやがる。ちょっと訳ありで必要なんだよ。いいだろ、減るもんじゃねえし。ふざけんな、むしろてめえが脱ぎ。なあ、なんでそうなるんだよ。俺の味わった屈辱をてめえにも味わわせてやるんだよ。脱がねえつもりなら脱がしてやんよ、この野郎。おい、やめろって。追い剥ぎの件は悪かったって言ってるだろ。もう一回するね。うるせえ。12月の寒空の下、裸に向かれて打ち捨てられるヤクザの気持ちがてめえにわかるか。ごめん。てめえを裸にひんむいてやらなきゃ俺の気が収まらねえんだ。覚悟しやがれ。仕方ねえ。だったらこっちも強引に行かせてもらうぜ。ごめんって田代くん、ごめん。もう一回服追い剥ぎするね。ごめんね。悪夢再び。よし、早速変装して忍び込むか。でもサイズ合う？